今日のニュースはですね、アンジャッシュの渡部、まあ、というかね、多目的トイレですいや本当に本当に、なんでもね、アンジャッシュの渡部の不倫で今ね、多目的トイレが影響をね、受けてるってことなんですよ。それでね、ちょっと皆さんに紹介しようと思いました。まずね、記事読んできますね。これがですね、渡部不倫で波紋、多目的トイレ全面改装必至か、六本木ヒルズ負のスパイラルなんか負のスパイラルってつけるようなことなのかなって思いますけれどもね。関係者、渡部さんに賠償してほしいぐらいです。複数女性との不倫が発覚し、芸能活動を自粛しているアンジャッシュの渡部健47歳、ことをいたした場所から多目的トイレ不倫とも呼ばれているが、これが波紋を広げている。乱倫の場となった東京六本木ヒルズの多目的トイレが全面改装を検討しているというのだ。なんか乱倫って言うんですね。乱倫なんすかね、複数女性との不倫を乱倫って言うんですかね。うーん、初めて知りました。まあまあ僕とは無縁ですけどね。で、なんでもね、だから六本木ヒルズのトイレが今改装をね、考えてるってところなんですけれども、その原因っていうのもね、まあ、今回の件で一躍ね、六本木ヒルズの多目的トイレっていうのがね、有名になったわけじゃないですか。で、なんかね、やじ馬がいっぱい来てるらしいんですよ。お、ここがあの渡部のって言ってね、確かになんか行きそうですよね。で、なんだったらね、ついでにこう、みんなやっぱね、スマホ持ってるんで動画撮影とかしちゃうんだそうです。そしたらね、僕ちょっと六本木ヒルズの多目的トイレ行ったことないんでわかんないんですけれども、まあなんか他のトイレのね、横とかにもあるんでしょうし、いろいろね、迷惑な感じになってるらしいんですよ。まあ確かに言われてみたらなりそうですよね。 YouTuber なんかでもね、現場に行って動画撮影してあげてる人とか何人かいましたからね。で、僕も別に六本木ヒルズに行く用事がないですけれども、確かに行ったらね、多目的トイレ見ようかなって思いますもんね。まあ言われてみて思うことですけれどもね。だから確かにいっぱい見に行ってる人は多いんじゃなかろうかと。なんだったらね、六本木ヒルズなんてね、もともとね、人がいっぱい訪れるとこですから、多目的トイレ見るのにね、混雑してたりとかしてね。まあそこまで行ってないんでしょうけれどもね、記事に書いてないんで。でもそうなってもちょっとおかしくないですよね、特に直後とかはね。で、ビル側としてはね、そんなに多目的トイレに人がいっぱいね、来られたら困るわけじゃないですか、野獣馬がね。で、かといって多目的トイレを封鎖するわけにもいかないわけですよ。やっぱりね、多目的トイレ使わなきゃいけない事情の人がいますからね。あ、そういう変な意味じゃないですよ、普通の意味でね。なんかね、多目的トイレっていうのは基本的にこう子供連れのお母さんが使ったりとか、まあ、車椅子の障害者の人とか、あと他にもね、こうなんかこう人工肛門つけてる人、そういった人がね、使うところらしいんですよ、メインとしては。だからやっぱりね、なくすわけにはいかないんですよね。で、なんかね、ちょっといろいろ多目的トイレの構造を変えたりとか、もうちょっとね、監視カメラを増やしたりとか、いろいろね、そういったことを考えてるらしいです。なんかね、ちょっと関係者の声っていうのが載ってたんで読んでみますね。とにかく印象が悪すぎる、このままにしては置けない他にもね、ここで仕事をしていると大きな声で言えなくなった。そんなわけねえだろ、それ言っていいんじゃない。だからあれでしょ、六本木ヒルズっていうと結構いい会社も入ってるから、そこで仕事をしてるわけですけれども、僕はちょっとね、この六本木ヒルズのその使われた、渡部さんが使ったっていうトイレっていうのが商業施設側にあるのか、それともオフィスビル側にあるのかちょっとわかんないですけれども、なんかまあオフィスビル側にあったんですかね。商業施設側だとね、いっぱい人がいそうですから。まあでもオフィスビル側にあるとね、ちょっと困るかもしれないですね、人がいっぱい来るとね、関係ない人が。でも今言ったように、だから六本木ヒルズに入ってる会社ってのは結構いい会社が多いと。で、その人たちがすると、ここで仕事をしていると大きな声でいなくなったっていうのは面白いですよね。でもね、最初なんかそんなわけねえだろと思ったけれども、まあ一社員の人がね、そう思うのはそんなわけねえだろと思うんですけれども、六本木ヒルズっていうとね、やっぱ入ってる会社からするとね、ちょっとステータスというか、おそらく家賃も他のビルより高いわけじゃないですか。六本木ヒルズって呼ばれるね、場所にあるビルと、そのね、隣にあるビルとかだと多分家賃とか全然違うと思うんですよ。うちの会社は六本木ヒルズに入ってるんだぞっていうのがね、あるからプレミア価格ついてると思うんですよ、家賃に。他にもね、こう六本木のミッドタウンとか。だからね、そういう意味で言うと、本当にね、冗談抜きで今回の件で、六本木ヒルズっていうのはちょっとね、こう、ディブランディングっていうかね、ちょっとそのプレミアが下がったかもしれないですよね、本当に。そう考えると、本当にこれ、冗談じゃないんですけれども、僕今、話しながら思ったんですよ、話しながら。最初はこの何？ここで仕事してると大きな声で言えなくなったっていうのにね、大げさだろってね、突っ込もうとしただけだったんですけれども、確かにね、今話しながら考えていくとね、本当にちょっと関係あるかもしれないですね、イメージが下がるっていうか。だってね、六本木ヒルズにはいろんな会社があってるわけでしょ？その会社の家賃を合計して、ちょっとね、イメージが下がった、例えば1割 ?1 割イメージが下がったって考えると、家賃総額かける 10% ディスカウントってやるとね、結構な被害ですよね、六本木ヒルズからするとね。だから最初あんま思ってなかったですけれども、本当にちょっとアンジャッシュの渡部は今回のことで、実害をね、与えてるかもしれないですね。まあでもね、今ちょっと関係者のコメントでしたけれども、とにかく印象が悪すぎる、このままにしておけないとかね、ここで働いてるのは大きな声で言えなくなったっていう人ね、二人ともなんかやっぱセキュリティをね、万全にしてほしいって言ってますね。
そうするとまあ野次馬がねちょっと減るってことだと思うんですけれども、で何でもね六本木ヒルズ側っていうのはもともとね多目的トイレをこういったことに使う人がいるっていうのは分かってたって言ってますね。あ、こういったことっていうのはちょっと渡部的な使い方ってことですよ。うん、確かにねそう言われるとね、そういうところで撮影されたねちょっとエッチなビデオとか、あ、僕は見たことないです、僕は見たことないですけど人から聞いただけなんですけれども、そういったビデオとかねあったかもしれないですね。うん、言われてみれば、まあなんかねだからそういうことに使う人がやっぱいるみたいで、だからねこれ六本木ヒルズに限らず公園とかにもねこう多目的トイレがあって、そういったところはね夜間の使用とかをね制限してたりもするんだそうです。まあ昼だってそういう人いるかもしれないですけど、夜の方がねちょっと荒れるかなっていうことでね。で今回のね六本木ヒルズに関しては改装を検討してるだけじゃなくて、実際にもうね警備員を増やしたりしてるんだそうです。だからもうコストがかかってると。でねさっき言ったようにもしかしたら家賃だってねちょっと下がっちゃうかもしれないですよね。まあ目に見えないけれども入居する人が減るとかね。でちょっとね今紹介したこの夕刊フジのね記事っていうのはね面白いね記事の締めくくり方されてたんですけれども、どういう風に終わってるかっていうと、なんかねアンジャッシュの渡部はグルメレポートでねこう飲食店にお客さんを呼んだけれども、今回は多目的トイレに人を呼んでしまったみたいなね、ちょっとうまいこと締めようとしてるみたいなうまく締まってるかわかんないけど、まあこの記事に関してはそんなところです。うん、でこの記事はそうだけれどもこの件についてもちょっと話すんですけれども、やっぱいろんな人がね皆様知ってるように声を上げていて、あの人もあの大物も声を上げてますよ。そう、恵美子ですよ、恵美子、上沼恵美子。なんか陰険やわ、やっぱり私は後味悪いというか、なんじゃこりゃというか、こんなん許したらあかんぞと思いますわ。確信犯というか女の人を物として見てますでしょ。まあもともと僕は上沼恵美子ってねあんま好きじゃないんですよね。うん、まあ昔から好きじゃないですけど、今となっては老害と呼ばれるかもしれないですね。あ、今のコメントがおかしいってわけじゃないですけれどもね。ただなんかこう一概にね渡部は悪くて、まあ渡部は悪いんですよ、それは間違いないんですけれども、今のコメントもそうですけれども、渡部と不倫をしていた、だから多目的トイレで不倫をしていた女性ですよね。こっちはなんかね物として扱われてるとかいろいろ書かれてますけれどもね、確かに渡部はねこの女性を物として扱ってたかもしれないですよ。なんかでも渡部だけ悪くて、なんだったらゲスとか書かれてるんですよ、ゲスって。渡部はゲスでこの女性はなんかあんま書かれないんですよね。で前も言いましたけれど、これなんかこの女性がだったらあれでしょ、週刊文春のインタビューに答えてんでしょ。でなんか20回も30回も会ってたとか、でなんか佐々木希と結婚してるのも知ってたわけでしょ。だから全部分かった上で20回も30回も会ってるわけでしょ。ってことはこの女性も別にそれでよかったわけでしょ。この女性もそれでよくて何回も会ってたと、それでなんか1万円渡されて帰ってたんでしょ。だから渡部は悪いしゲスかもしれないけど、この女性も同じじゃないのっていう、まあ渡部の方が悪いかもしれないですけど、この女性も相当ゲスだと僕思いますけれどもね。ただそれをねテレビとかで言う人はやっぱいないですよね。うん、絶対ねテレビなんかで喋ってる人ってのはみんな賢い人が多いですから、そんなことは分かってるはずなんですけれどもね。たまにね僕のツイッターなんかでコメントつける人は本当に視野が狭くて、そっちの女性もねゲスだってことはね気づいてない人が多いんですよね。ただテレビに出て喋ってる人はね別だと思いますよ。みんな分かった上で女性の方をね責めると自分が非難されるかもしれないですから、とりあえず渡部の悪口だけ言ってねテレビの人ってのは終わってるんですよね。そういうの見てるとねみんな気持ち悪いなって思っちゃいますけれどもね。うん、やっぱねテレビに出て意見を言う、そういう仕事だなと思って、その自分の役目をねこなしてるんでしょうね。やっぱテレビってのは信用できないなと。うん、でなんかね渡部関連の記事で一番読まれてた記事っていうと、まあ今の記事じゃないんですよね。なんかタイトルがねなんか佐々木希を今でも愛してるっていうか、妻だけをずっと愛してるみたいなね、そういったタイトルの、ね、記事がね一番読まれてましたね。なんか週刊インタビューにね追加でね90分の直撃取材をね受けたらしいんですよ。なんか週刊文春の記事にはこう直撃取材をしたって書いてあるんですけれども、普通に渡部はねこれ絶対アポイントを取ってるんですよ。だって渡部がねちゃんとした服を着て出てきてるんですよ、こうネクタイも締めて。なんだろう、家に行ったのかな、で渋々出てきたのかな。なんかねこの記事ってのが6月25日の週刊文春に載ってる記事なんですけれども、僕なんかね渡部は本当はこれ週刊文春に他のネタとかもいっぱい握られていて、それで逃げれないからそれを言わない引き換えにね90分の取材に応じたのかなと僕は思ってるんですけれども、この週刊文春のね。でなんかこの週刊文春に答えてこの90分の取材でもちょっとやらかしていて、それがまた違う記事になっちゃうっていうね。何を言っちゃったかっていうと、この週刊文春の90分の中の取材で答えてることなんですけれども、こんなこと言っちゃったんですよ。妻と知り合ってから安全な遊びを知り、そこから抜け出せなくなった。彼女たちに対しては気持ちのないまま接していたし、ここやばかったね。気持ちの上で浮ついたことはありませんでした。僕は今でも妻を愛しています。だからここのね、僕は今でも妻を愛してます、これがなんかタイトルかなんかになってましたけれども、これやっちゃいましたよね。この不倫相手たちだから何人かいたんでしょ、彼女たちに対しては気持ちのないまま接していたし、これなんか言わなくてよかったよねって思いますよね。まあだからカットされないからね言っちゃったんでしょうけれども、ここをね切り取られてさらにいろんな記事が出ちゃうっていうね。渡部ってのはこう気持ちがないみたいなね、だから多目的トイレなんだみたいなね、不倫相手に気持ちがないからみたいな、
これがだから同じ不倫でもちょっと気持ちがあったらまだ良かったみたいなね、そういった感じでね、なんかいろんな記事が作られてましたね。さらにまあ確かにここは言わなきゃよかったなって思いますけれどもね。まあ基本的にねこんなところなんですけれども、さっきね多目的トイレの必要性の話したじゃないですか。だから子連れの親御さんとか障害を持ってる人、そういった人のためにあるっていう風に。でもね結構やっぱいろんなことに使われてるみたいで、まあだから渡部的な使い方もあるんですけれども、他にもね多目的トイレの清掃員の人がね喋ってるニュースっていうのがあって、本当ねいろんなことに使われてるみたいなんですよ。例えばね、これはなんかね六本木ヒルズじゃなくて他のね新宿の方の商業施設の清掃員の人が答えてるんですけれども、なんか多目的トイレでご飯を食べる人がいるんだそうです。だからガラガラって言って、なんかコンビニかなんかでお弁当買ってるんでしょうね。でなんか会社とかじゃなくて多目的トイレの中でご飯を食べる人がいるんだそうです。他にもね定番なのがやっぱ着替え。着替えはね僕正直僕もやったことありますね。まあそうは言ってもねそんな頻繁にしたことないんでいつやったかって覚えてないですけれども、あ違うわ、俺多目的トイレで着替えてないわ、普通のトイレで着替えてるわ。なんかでも多目的トイレで着替える人いるでしょうね。あと他にもなんかねちょっとおかしかったのが、ノートパソコンを持って多目的トイレに入る人がいるんですって。しかもなんかねこの清掃員の人が言うには、もう定期的にノートパソコンを持ってそのトイレを訪れる男性がいたっつって。だからなんかね多目的トイレでリモートワークしてるっていうかね、なんか迷惑ですよね。そんな10分で終わらないんでしょうし。でもね多目的トイレってねおそらく電源があるんですよね。それで入るんですよ絶対。あでも言わない方がよかったかな、そういう人増えそうだな。そしてねちょっと別記事で僕は面白いなと思った記事なんですけれども、あ渡部関連の記事もありましたね。もう一個ね面白いなと思ったのが、なんかねアンジャッシュ渡部が陣内智則になれない剣みたいなね、そんなタイトルのねニュース記事でしたけれども、皆さんわかります？陣内智則だからですよ、藤原紀香と結婚してて不倫しちゃって別れて、でなんかね若いアナウンサーと結婚しましたよね。本当に羨ましいなと思うんですけど、なんかあの若いアナウンサー性格良さそうですもんね。まあまあ若いアナウンサーはちょっと関係ないんですけれども、藤原紀香とね別れたじゃないですか、不倫をしちゃって。ただ今ね完全復帰してると。でもね渡部健は難しいんじゃないかっていうふうに言われてるんですって。僕なんかまあ時間の問題、時間解決するかなと思ってるんですけれども、一応ね、アンジャッシュの渡部健が陣内智則にはなれない理由、どんな理由なんだって思ってみたんですよ。そしたらね、ちょっと面白くて、陣内智則の奥さんっていうのは、今言ったようにね、藤原紀香だったわけじゃないですか。で、今回、渡部健の奥さんは佐々木希。ここがね、理由として出てたんですよ。早くも面白いでしょ？なんかこの記事が言うにはですよ。この記事が言うにはですけれども、藤原紀香っていうのはね、そんなに女性人気が高くなかったと。一方ね佐々木希っていうのは若い女性に絶大な人気があり、ここがね大きく違うんじゃないかって書かれてましたね。だからねこの要はだから佐々木希が好きな女性たち、この層から渡部に対する嫌悪感っていうのがねなくならない限りテレビの復帰が難しいでしょって書いてあったんですよ。ちょっと面白いなと思って。でもなんかね僕の勝手なこうイメージですけれども、まあテレビを持ってない僕が言うイメージですけれどもね、なんか藤原紀香の方がね女性人気高い気がするんですけれどもね。ああいう女性になりたいわみたいな。まあ確かにちょっと年齢層違うんでしょうけれども、佐々木希が好きっていう人とはね。なんか佐々木希はそんなにね女性人気高いのかなって僕は知らなかったんですけれどもね。まあ皆さんのご存知だと思うんですけれどもね。まあそこの違いがね渡部の復帰に関係してくるって書いてありましたね。まあ理屈で言うと確かになって思いますけれどもね。であとね渡部に関係ないんですけれども、僕はちょっと今回気になった芸能記事があって、これだけ紹介して今日終わりたいんですけれども、どういう記事だったかっていうとですね、渡部関係ないんですよ。タイトルが渡部満里奈仲がいいと言われるんですけど、てんてんてん、二度の離婚危機を告白っていう記事だったんですよ。まあ普通にね、まあだからネプチューンの名倉とね、渡辺満里奈、なんか確か仲良さそうですよね。で、一応二度の離婚危機があったっていうから、あ、なんだったのかなと思って一応ちょろっと見てみたんですよ。そんなにすごい関心があったわけじゃないですけれども、さっとチェックしようと思ってね。そしたらね、なんかちょっと微妙に面白かったんですけれども。だから渡辺満里奈が答えてくれてるんでしょうけどね、この記事はね。で、二回の離婚危機、一つ目。な結婚式の前に、まあ、結婚式の準備ってねいろいろあるんでしょ、僕ちょっと分かんないですけれどもね。あ募集してます。まあそれいいとして、それでね結婚式の衣装を作んなきゃいけないじゃないですか。でやっぱりこういうね芸能人だからもちろんねこう衣装をね貸し衣装じゃなくて作るわけですよ。で衣装のねウェディングドレスの手袋を作ると。で手袋のサイズをねなんかこう測らなきゃいけないかなんかしなきゃいけないから、この手をねなんかこうコピー取って、コピー機のコピーですよ、コピー取って送ってくださいって言われたんですって。やべえな、すいません、ちょっと彼がちょっとポジションが悪かったですね。それで、まあ、名倉と一緒にねタクシーに乗ってコンビニに行ったと。で渡辺満里奈がコピー機のとこ行ってこうやってやるじゃないですか。これでタクシーに乗ったと。でしばらくしてやばいって気づいたんですって。何がっていうと、さっき言ったようにねコピー機で手を取ったわけだから、こう結婚指輪外して取ったんですって。そうなんですよ、
結婚指輪をコンビニで忘れちゃったんですって。でもね、すぐ戻ったらそこは日本、やっぱりね指輪あったんだそうです。だから危なかったって話になったんですけれども、その後ね名倉になんかね、名倉的にはこう気持ちを込めて買った指輪をそんな風に簡単に置き忘れてしまうものなのかっていうようにね激怒したんだそうです。名倉が、俺の気持ちをコンビニに置いてきたのかみたいなねちょっと面白い、名倉そういう人なんですね、面白いな。で2回目、離婚危機ありましたからね。2回目がなんか渡辺満里奈がね自宅の近くでね転んじゃったんですって。それでカバンの中のものっていうのがね全部ジャラジャラって出ちゃったんですって。でさっきのねこう指輪の件じゃないですけれども、今度はね家の鍵をねなんかねなくしちゃったんですって。その時にだから入れ忘れたんでしょうね、そのぶちまけたものからね。夜だったのかもしれないですよね。それで家の前で名倉健を待ってて、名倉帰ってくると、でカクカクしかじかで家の鍵なくしちゃったっつって、そしたらやっぱ名倉は怒っちゃって、まあでもめったに怒らない人なんだと思うんですよきっと。すごい評判いいですもんね、あの人怒らないって。まあまあでもこの件に関しては怒って、鍵っていうのは命なんだ、それをなくすというのはどういうことだっていうのを怒って、それでねなんか名倉ってのは結構神経質みたいで、その日一日ね不安で寝れなかったんだそうです。だから夜に鍵をなくしたわけじゃないですか。でね、鍵を変えようにも次の日にならないと鍵屋さん来ないと。だから今晩なんかその鍵を使って誰か来たらどうするんだってことで不安でね、名倉は一晩寝れなかったんだそうですこれが、まあ、渡辺満里奈とネプチューンの名倉の2回だけあった離婚危機っていうね。僕はねこれ読んで思いましたよ、名倉めんどくせえなって、めんどくせえ男だなってすいません、それだけです。これなんかちょっとついでに言っときたかったんですよ。はい、今日はそんなところでございます。